正多方体とは、正多角形、正多面体などを一般次元へ拡張した対称性の高い応法体である。ある正多方体の確定次元の要素は合同であり、またそれ自体も正多方体である。例えば、ある正多面体の面は合同な正多角形である。ただし、デルタ多面体でわかるように、これは必要十分条件ではない。 正多方体の必要十分な定義は様々だが、よく使われるのは、ファセットが合同であり、頂点形状が合同であるというものである。ユークリッド空間上の正多方体は、一般の次元では3種類存在し、それらは、標準性応方体と呼ばれる。2から4次元はその例外で、凸なものでは2次元は、無限、3次元は5種、4次元は6種の正多方体が、存在する。 またこれらの次元には星型正多方体というものも存在し、2次元は無限、3次元には4、4次元には10の星型正多方体が存在する。次元の空間重点型を N 次元の正多方体とみなすこともできる。それらは3次元では3,4次元では1、5次元では3、それ以上の次元では一種が存在する。これらは無限の方を持つ。 また三次元には特殊な無限面の正多方体として、ねじれ正多面体というものがある。これは、ある空間重点型からいくつかの面を取り除いたような形をしており、頂点では面がジグザグにつながれている。三種類ある。それ以外の次元にねじれ正多方体が存在するか、どうかは分かっていない。また、双極空間上にも空間重点型が存在し、これも、 次元の正多方体の一種と言える。三次元では無限、四次元では十三、五次元では十一、六次元では五種がそれぞれ存在し、それ以上の次元には存在しない。正多方体を簡潔に表すため種類不利記号が用いられる。ありがとうございます。